ちびこ横浜に着きました。疲れたね。えめちゃくちゃ綺麗、観覧車。今さ誰もいなくてさ寂しいね。今日は会場から生配信、そして1日目ということで頑張ります。見てね。さあもうそろそろ出番でございます。チキもね着替えまして、今日は ICK パーカーにこの派手めなスカートをね今日履いてるんですけど、いやー緊張するね。なんか大仕事なんで頑張ってって言われて、じゃあ頑張りますって言ったけど、実際いろいろ緊張してるんですけれども、楽しんで頑張りたいと思います。舞台裏に入ってみたいと思います。こんな感じ。いやこんな感じでね、今年は皆さんにツイフェスをお届けしてますよ。すごいね。ちょっとだけね、ちょっとだけ。アウトドアおじさんを見つけました。イエーイ、ヤーマー、イデさん、イデです。お久しぶりです。お久しぶりです。今日僕ね、はい、チーフェスティバル総合司会なんですよ。そうですよね、はい、そう、私も初のセッション、はい、頑張りますよ。あ、初めてですか。そうですよ、僕トークショーとか出させてもらったりとか、はい、一つのステージを回すとかやったことあるけど、はい、今回最初から最後までだから、もうドキドキですよ。最悪。ほんとほんとほんと、もう頑張りますよ。さすがです。頑張ります。でもなんか困ったら井出さんに丸投げするんでしたら俺いい感じに返すから帰ってくる。いい感じに返すからブーメランでももうすぐ出番なんでね、はい、ちょっと私のね世代交代を井出さんに見守ってもらおうと思って。そうだ、アングラーズアイドル、そうずっと応援してくれてたんで、いちきちゃんメールくれたじゃない、ザバーに、はい、そのオーディション出てた時に、はい、メールくれたからさ俺たちも嬉しいからさ、うん、もういちきカレン応援しようってさそうそうそう、応援したらさグランプリ取ったじゃん。取りました。で昔はね、うん、ザバーンで押してた子たちはグランプリ取らなかったんですよ、うん、あ、そうなんだ。毎回取れないねみたいな話して、はい、応援してたのにねって言ってたのが、いちきちゃんで3年連続グランプリ取ったんですよもうびっくりしちゃって、そっかそっか、もう俺たちがびっくりしちゃって、うん、だから今年誰取るんだろうなと思って。ちなみに今年の番組推しは誰でしたか。番組推しですか、はい、やっぱりね呼びかけたところ、うん、候補生のユンさんが、ユンさん、おー、メールくれたんですよ。なるほど。なんで僕も他の方も皆さん素敵なんですけど、はい、番組を上げて、うん、もうユンちゃん頑張ってってやってて、もう撮ったらすごいなと思うんだけど、まあ、誰が撮るかは分かりません。そう、僕何も決める権限ない。ヒデさんに権限は何もない、全くない。ただの応援している押しているってだけ。そうですよね。でもね、ちょっとね、押してると、うん、他の方もいらっしゃるじゃないですか。はい、あと4人いますよね。なんかさ、うん、会った時にちょっと罰が悪い感じになるんですよね。じゃあもうそのシステム来年からやめたらどうですか。なんかこう、あ、頑張ってください。お前頑張ってとか思ってないだろうとかってさ、はいはい、去年じゃあちょっと気まずかったんじゃないですか。そうだから。そうだからね、ふうみちゃんは、森ふうみちゃんは、はい、あの子キャンプで頑張ってるから、うん、で、ね、前から知ってるから、はい、でしたけど、あんたキャンプあるでしょ、僕いちきちゃん推しだからみたいな話やってたから、まあそこはね、もともと知ってるから、ま、そういうやり取りできたけど、はい、今回その関係性が何もないんで。そうですよね。ね、もうゆんちゃん推してますってなると他の子たちのふーんってなるでしょ、うん、ちょっとおじさん何ってなっちゃうかもしれないですね。緊張します。ドキドキですよ。総合司会なんで嫌われちゃダメです。本当だよね。本当だよね。誰かね決まってね、来年からまたやりづらくなったりするかもしれない。そんなことない。みんな仲良くやってきますよ。はい、仲良くやります。見守ってください。じゃあちょっと釣り行こうね。行きましょう、ぜひぜひ今年は。
井出さんも YouTube 始めたんですよね。 YouTube 始めたんですよ。なんていう TheManCave.jp。 おーかっこいい。あ、おお。これちょっとこう、ここにもマンケーブって書いてある。ここ、へえ。アウトドア中心の。そうですね、釣りもやってくるんで一緒に釣り行きましょう。行きましょう、ぜひコラボしましょう。そうしましょう、よろしくお願いします。じゃあもうあと本番なんでね、頑張ろう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、いちきです。皆さん釣りフェス1日目楽しんでいただけたでしょうか。明日から2日間本格的に始まるんですけれども、私も多分ね、釣りフェスの最初ね、多分見ていただいた方多かったんじゃないんでしょうかね。緊張してね、あのね、カミカミだったんですけど、なんとか皆さんの手を借りながら楽しくできたんじゃないかなと思います。はい、ということで、いろんなね、新製品がもうすでに発表されてるんですよ。そう、なんか気になるのありましたか？ちょっとね、私もあんまりまだ詳しく見れてないんですけど、畑さんのオリタチャンネルで、シマノとジャッカルの製品だけは、チェックさせていただいて、ダイワーとかね、その辺がまだチェックできてないので、とりあえずシマノの気になる商品、一つあげるならっていうところで、あのね、SLX のベイトフィネスが出るらしいんですよ。これはしかも、畑さんの話によると、1万円台なんじゃないかなという、もう、私まだベイトフィネス使ったことなくて、今年ちょっとチャレンジしてみようかなと思ってたので、入門としては SLX のベイトフィネス、私は MGL を今使ってて、ハイギアを使ってるんですけど、それもめちゃくちゃ良くて、使い心地もとても気に入ってるので、SLX のベイトフィネスは買いなんじゃないかなと。竿はね、まだ全然決めてないんですけど、あと、そうね、まあ、ヤミーフィッシュの 3.8 インチが出るんですよ。でね、特にカラーのスポーンギルっていうのは私はすごく楽しみにしていて、その二つはちょっと買いなんじゃないかなと思ってます。まだシマノとジャッカルしか私が今見れてないので、そこしかお伝えできなかったんですけど、また明日、合間にちょっと見つつ、撮りつつ、気になる商品があったら随時お伝えしていこうかなと思います。ちょっとね、スピード重視で動画上げていこうと思ったんで、特に編集とか、加えず、パパッと撮ってあげて、みたいな感じでやっていこうと思ってますので、よろしくお願いします。はい。ということで、今日は釣りフェス1日目でした。はい、じゃあなー。